やばい。おはようございます、マッチです。本日もご視聴ありがとうございます。はっはっは、音大丈夫？はっはっは、大丈夫ね。画質が違くない？どう、これ分かるかな、違いどうなんだろう。本日ですね、違うカメラで撮ってます。カメラ買ったんすよ。でもこのカメラをチャンネルでわざわざ1個取り上げて動画を撮るってことは多分しないと思うんで、SNS をちょっと見てほしいんですけど、 Twitter なりインスタなり、カメラを買いました。で、新しいカメラで撮ってます。どうっすか、綺麗じゃね。まあレンズも今ね、普段使ってる広角よりいいやつを使ってるっていうのもあるけど、いいんじゃないですか。ってことでですね、ペンタックスパーティーです。よろしくお願いします。前回に引き続きペンタックスパーティーを取り行っております。今、前回はペンタックス SV、 はい、このどう寄った感じとかで、はい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 、わかんないけどちょっともう画面がちっちゃいんで、 SV をお送りしたので、今回はさ、今回ね、 SP と SL が今ここにあるんですよ。 SPSL でちょっとさすがにね、事前調べをしたんですけど、どうやら年代的には、SP、 みんな大好きペンタックス SP が出て、その後、この SL、 かわいいこの色の今こいつが出てるらしいんだけど、まあ、ちょっといろいろちょっと考えまして、今日は SL から紹介します。まあ、ちょっと SP の話もしつつ、SL を紹介する感じで、ちょっとね、こいつらね、ただのこう SP があって SL があってっていうわけじゃないんで、その辺も話しながらペンタックスパーティーを取り行いたいと思います。新しいカメラで、ではよろしくお願いします。お、来た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 。今ちょっとどんな感じか気になりすぎて外部モニターをつけてみました。いいねー、これ。今まで使ってたカメラα6400 だと外部モニターつけると、こっちのモニター、カメラ自体のモニターがなんか真っ暗になっちゃうんですけど、このカメラは両方生きてるね。いいですね。何のカメラで撮ってるかを頑なに言わないっていう。それでは、ちょっとこれも開始モニターもバッテリーついたんで、では、今日はペンタックス SL のご紹介をします。はい、ででん、ペンタックス SL です。こちらがもうちょい絞る、ちょっとボケ感強かったんでもうちょい絞りました。ペンタックス SL でございます。こちらかわいい、めっちゃかわいいオレンジ色の SL。まあ、この、革、オレンジ色のこの革自体はこれね、あ、そう、最初に一応言っておくと、視聴者さんからお借りしてるカメラなんですよ、今回のペンタックスパーティーのこの5台。で、これその視聴者さんが、自分で貼ったやつらしいです。めっちゃ綺麗だよね、オレンジいい感じで。こいつをじゃあ細かく見ていこうっていうところなんですけど、まず事前情報でちょっと軽く言っておくと、ペンタックス SP と、ペンタックス SL はまあ言ったら、兄弟分的な感じです。この前回紹介した SV から、その2年後ぐらいかな、 2年後ぐらいなのかなに、ペンタックス SP が出まして、そのさらに2年か4年かちょっと後に SL が出たっていうこの流れなんだよね。じゃあね、この兄弟分の SP と SL のこの違いっていうのは何かっていうと、 SP の、機能を超シンプル化した用カメラが SL ですっていう認識でいいと思います。なので、ちょっと SP を紹介する前に自分は SL を紹介したいなと思ったんで、今日は SL を。結構さ、前回紹介したこの SV ともなんかこのカメラのシステムとか、あとついてる機能とかが結構似てたから、ちょっとその流れもあって SL ちょっと手元でじっくり見てみましょう。でん、こちらがペンタックス SL ですね。かわいい、ここに書いてあるペンタックスの、機種は全部ここに、ここかな、 SL ね、書いてありますね。かわいいね、やっぱペンタックスのこのフォルムデザインというか、やっぱりいいよね。
それこそ前回この紹介した、今ちょっとレンズが違いますが、ペンタックス SV はこのアラジンの帽子みたいなのがついてたんで、実は三角屋根があんまり見えてなかったんですけど、今回は見えますね。いいですね、かわいいね。じゃあこのボディ全面からいつもの感じで見ていこうと思うんだけど、あのなんかこう持った感じというか、パッと見た感じ、前回この紹介した SV よりなんて言うんだろう、スタイリッシュというか、まあこのね帽子がついてないからっていうのもあるんだけど、なんかちょっとなだらかな感じがするなと思ったら、これね、よくこう実物見てないとなかなか分かんないんだけど、こうこのさ、レンズのふもとあるでしょ、ふもと、レンズがついてるふもとのここのデザインが、 SV は結構ここが角が落とされてて角張ってる感じなんだけど、 SL は見てほら、すごい丸みを帯びてんの、ここが。これがね、結構このパッと見の印象が違うところなのかもしれない。なんかあんまりさ、こうレンズがあってふもとってあんまり見えないんだけど、でもね、いざこう手に持ってみると、なんかね、結構ここら辺の流線の感じがなんかね、すごく印象的なイメージがある。例えばさ、ここまで皮があるから、こういう四角い皮のデザインだけど、こっちはこう根元の流線に合わせた皮のデザインとかになってるから、なんかそういうのもね、やっぱこう丸みを帯びたイメージもあるかもしれないんだけど、なんかよりおしゃれなね感じになっていってる感じがあるね。まず目に入るのはこれだね。このセルフタイマーレバーがついに、ボディの前面に来てますね。この前回お話しした SV は何にもなくてここだったんだよ。このこれちょっと動画詳しくは見てほしいんですけど、前回の、ここが可愛いの、これ、これがあのセルフタイマーのダイヤルだったんだよ。これちょっと俺のお気に入りだったんですけど、これが、結構近代的な感じになってます。そんなに違いはないか。このロゴとかも結構キャノンとかニコンとかだと年代によってロゴが違ったりするけど、まあそんな年代も変わってないからね、ロゴもフォントとかも一緒だし、三角屋根の感じもそんなに変わんないかな。じゃあ次、背面。背面はもう超絶シンプル。やっぱりあれないんだね、あのここにフィルムのあれ挟むやつ、あれあれね、あれあれそしてそして、このボディの上部分ですね。一番気になる上部分、この辺は、SV から比べると、結構デザイン的にはまあ引き継いでる感じもあるけど、ちょっと違うかも。 SV よりめっちゃシンプル、めっちゃシンプルな感じするわ。この次の動画で紹介するこの SP、まあ、兄弟分っていうのもあるんで、ちょっとこっちとも早く比べたいところではあるんですけど、確かにこの SP からいろんなものを省いてシンプルにした感が、見えます。俺の目からは今見えてる、こっちとこっちの違いが。おもろい。まず巻き上げレバー側からいくか。巻き上げレバーのデザインやっぱりいいね。これは SV とはそんなに変わってないかな。この流線形いいよね。この流線形いいですね。ちょっと早く巻き上げしたいんだけどいい感じで、フィルムのね残量が見えて、でシャッターボタン、シャッターボタンはあ、ちっちゃくなってるわ。ちょっとこんなに SV と比べちゃっていいのかちょっとあれだけど、SV よりかなりスマートになってる。シャッタースピードのダイヤルは、バルブから線だね。これは SV と変わらず、 SP とも変わらずバルブから線で、左側フィルムの巻き上げレバーね、巻き上げレバーと、SV の時はここが、まさかの、セルフタイマーのダイヤルだったんだけど、 SL はめっちゃシンプルじゃね。ここが一番シンプルかもしれないこのボディより何よりイソのダイヤルがここにある。これ周りを回したら、あー、よく見えますね。これでイソ、これさ、色が違うのは何、赤と、これ気分で変えるってことだけ今赤でしょ、赤、赤てかオレンジで、ここまでいったら次
白いイソダイヤル、これ何が違うんだろう。何も違わないか。別に露出系が入ってるわけじゃないし、趣味、自分の趣味で変えられるってこと。あ、でも白い方はマックス3200まであるけど、赤い方は400までだ。ちょっとあんまり違いは分からないけどなんかまあ使い分けができるんでしょうっていう感じで、まあ底面も特に三脚穴があって、あとこのフィルムの巻き上げる時の押すボタンね、ほんとこれだけ。めっちゃシンプル。以上です。めっちゃシンプルです。こんな感じです。むずっ、ファインダー捉えるのむずいけど、まあ特に露出系とかもないから、ファインダーの中もめっちゃシンプル、何もないです。なんかああいう丸いのが真ん中にあるだけって感じです。ではお待たせいたしました、クライマックス、このカメラのシャッター音をやりましょう。やります。では皆さん、こっからはお部屋の電気を暗くして、テレビを消して、静かに見てください。いきますね。まず巻き上げれば巻き上げるよ。いきます。お、カリカリ感があったかも。カリカリというかチリチリチリ、前の SV はぬるだった気がする。それがちょっとカリカリカリっていう、なんか歯車感がちょっとあった。では、シャッタースピードいくつがいい？そう、俺この前のさ SV の時シャッタースピードさ特に変えなかったね。60でいってみるか。シャッタースピード60いきます。シャッター切りますね。ではペンタックス SL のシャッター音、こちらでございます。お聞きください。3、2、1。いいね、やっぱりいいねもう一回いきますね、シャッタースピード125やってみるか。このままいきますね。巻き上げから、いきます。3、2、1。気持ちいいね、やっぱりフィルムカメラのシャッターってなんでこんなに気持ちいいんでしょう。これめちゃくちゃ聞き比べをしたいんだけど、ちょっとそれは後半のお楽しみで、後半ここにある今ここに5台ペンタックスパーティーがあるんですけど、これの全部の聞き比べを一番最後の動画でやりたいんで、ここは我慢します。本当にもう今すぐ SV と聞き比べがしたい人は前の動画と聞き比べてみてください。じゃあこのレンズ外してシャッター切りましょう。はい、ではいきます。これいい音するのよね、ミラーの音がそのまま来るからね。これでいこう。ではいきます。ペンタックス SL シャッタースピード125です。いきますね。3、2、1。めっちゃいい音じゃん。やばいね、このなんかミラーのちょっとした振動が手に伝わる感じがいいねこれね。どうしよう、せっかくだからじゃあマックスいってみる。シャッターフィード1000いってみましょう。いきます。巻き上げてね、いきます。3、2、1。うわいいです、甲高いね。続いて、どうしよう、シャッタースピード1秒やってみるか。じゃあ最後1秒いきます。3、2、1。あーかわいいかわいい、やっぱなんかかわいいねほい、というわけで、ペンタックス SL のご紹介でした。いかがだったでしょうか。やっぱりかわいいよね、このボディカラーがオレンジになってるからっていうのもあるけど、めちゃめちゃ可愛くて使いやすそうな1台ではある。で、次 SP と、比べて、これ
気になってる人、次 SP と比べるんでちょっとそれも見てほしいんですけど、で今ちょっと軽くネットで、これどんなもんで買えるんかなって調べてみたんですけど、ヤフオクとかね、まあこの SP の、まあ、喧嘩版というかこうシンプルバージョンなんで SP より、いくらか安めでも手に入りそうなんで、ちょっと気になる方は調べてみてください。まあ露出系が SP はね露出系がついてるんですけど、この SL は露出系ついてないんで、ちょっとその点だけ超初心者さんには、なんていうの、一個ハードルが高いというか、まあ、ちょっとテクニックが必要ではあるんですけど、こういろいろね露出系使ったり、スマホの露出系アプリ使ってみたり、まあ、いろいろやる方はあるんですが、まあそういうそこら辺だけかな、注意点はそんな感じです。まあいずれにせよちょっと次の動画で SP を紹介するんで、ちょっとそこと比較してほしいかなって感じです、個人的には。では、また次 SP パーティー続きますので、引き続きチェックよろしくお願いします。あ、まあこんな感じで、フィルムカメラの動画とかいろいろ Vlog とかカメラ系出してますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、まあ、さっき最初も言いましたが、SNS ね、写真とかあとまあ日常的な適当なつぶやきとかは、Twitter、インスタ、まあインスタで結構最近は、メインで動かしちゃってるんですけど、概要欄に載ってますので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。